どうもベタです。パーソナリティーいきたいと思います。はい、本日は二眼と学園高校でゴールキーパーを作っていきたいと思います。デッキの方は西宮、炎上、メッシで、立川、秋山、そして、小森、この6人でいきたいと思います。まあとりあえずね、ゴールキーパー US5 が自分の最大ですので、それを超えていければなと思っております。で、今日の持ち込みの方はドリンクの招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。で、小森ちゃん踏んでいきますね。まずはね、まずはやっぱギガタ学園高校、一番はまず彼女をささっと彼女にするということなので、ギガリーグ始まる前には確実に評価を上げておきましょう。ギガリーグ始まってしまうとね、なかなか彼女踏めなくなっておりますので、うん、しっかりと評価で、あと1回踏めば OK かな。うん、とりあえず練習には来てください。 OK、 これでもう OK だね。でもって告白ささっと来てください。で、まあこのイベントが来るとね、結構評価も上がりやすいので、早めに来てくれるとありがたいですね。はい、次からギガリーグですので、まあとりあえず、まあ、評価上げとく、うん、評価上げておきましょう。まあ立川とかね、早めにメンタルタックルとか安定するので、まあ上げるの早めだといいと思います。で、とりあえずですね、まあメンタルいこう。はい、で、秋山、男キャッチでもって、あー、フィジカルね。いや、西宮と立つか、踏んでおきましょう。で、観察することにする。で、炎上、やっぱりね、人数告白強いです。なので炎上をしっかりと踏んでいこうかなと思っています。はい、秋山と、うん、これは、いや、全力でできます。精神をね、結構この高校稼ぎやすくなってますんで、まあできるだけそれの方がいいのかなと思ったりもしております。で、エンジョイいっておきましょう。で、そろそろ告白詳しいね。うん、告白の方を早めによろしくお願いいたします。ではギガリーグ始め、フィジカルですね。フィジカルはまあ問題なく勝てると思う。西宮と立川、まあエンジョイを育てるっていうのはありなんですけど、まあとりあえずこの2人ね、この2人でいきたいと思います。で、自分もね、フィジカル、ディフェンスをしっかりと上げていきましょう。まずはディフェンスからかな。はい、まあこんなもんでいいでしょう。いきまーす、いきましょう。あー、完全勝利はならずですね。はいはい、まあとりあえずね、このままやっていきます。まあこれだけまあ得点稼げてたらまあ問題はないんで、ね、どんどん稼いでいきましょうと。で、まあゴールキーパー作るとき、この高校ちょっと難儀なのが、うん、どうしてもね、どうしても、うん、高校キャラ1体しか入れれないんですよ。なので、ギガリーグ終わった後、なかなか人を寄ってこないんですよね。うん、高校のキャラ入れてるほど、まあ、チームメイトが増えていきますので、あー、ちょっとね、ちょっとその辺どうにかしてほしいかなと思っております。まあ、ゴールキーパー専用のね、金属取れたりしたもいいのかなと思ったりもしますね。名物さんとかね。で、ここは、西宮行ってきまーす。お、告白来てくれました。じゃあ次のターン、デュートでもいいな。デュートでもいいですね。で、待って西宮、指示を出した方がいいよ。はい。で、立川。デート行こうかな。普通にこれはデート行っておきましょう。はい、デート行きまーす。まあ体力全開ですけどね、ギガリーグしっかりと買っていきたいので、これはデート行っておきましょう。で、これは技術認証もらってきますね。で、ゴールキーパーなんでオフェンスまで上げる必要ないのかなと思ったりもするんですけど、まあとりあえず、あー、終わった。オフェンスだ、終わった。オフェンスはちょっときついですね。うん、どうしてもね、ゴールキーパー金属持ってるオフェンスキャラがいないので、ちょっと入れれないんですよね。うん、まあ、入れれれば、まあ入れる、このまあ峰君とか一応両利きもらえるんですけど、両利きってゴールキーパーいらないんで、うん、入れたくないんですよ。さて、今ができた4しかないの、4メモリ分しかないのかな、両利きは。はい、で、そして続きやっていくんですけども、おっ、立川ですね。これだと踏んでいきましょう。でもって、で、まあ、西宮、コーチングもらってきますね。で、立川、炎上、西宮、いいですね。これはメンタルでいいでしょう。ナイスです。で、
で立川は、まあ、自由選手はね、そこまで使えないかもしれないけど、なんとなくね、フィジカルが強くなるイメージがあるんで、まあ、ゴールキーパーでも一応入れてるっていう形にしております。でもって、ね、立川はね、スタミナ依存なんで、後でスタミナを上げておきましょう。で、ここ、デートでもいいなぁ。デートでもいいけどなぁ。デート行こうか。うん。また体力全開だね。まあ、いいよ。今回メンタルキャラ結構いるんでね。まあ、体力はそんなに心配することがない。一番最後のね、サッカーが始まったら、ドリンク使っていくっていう形にしたいと。そしてこれは映画館で体力回復するしておきましょう。はい、そして、スピードフィジカル。まあ、とりあえずメッシだな。メッシ、秋山、この二人を入れとけば、まあ、問題はないんだろうけども。で、自分も一応スピードを上げときます。うん、デートすると、ディフェンスの方がね、ほとんどいらなくなっちゃう。40ぐらい上がるから。まあ、ディフェンスは気にしなくていい。アタックだけで気にしても OK ですね。はい、第1シード。第1位。で、これで多分1次リーグはいけますね。うん。じゃあ、とりあえず、まあ、カバーリングはね、ワンチャンもらえます。ワンチャンもらえますね、これは。うん。フェアプレイ、まあ、で、実習練を続ける。はい。まあ、一番初めにね、2万5千稼げていければね、起死回生までいけるんですけど、まあ、フェアプレイ、大丈夫です。で、アキアもね、はい、PK。でもって、何でいこうか。PK は取っとく。ムードも取っとく。ジェントルマンも取っといてもいいけど、まあとりあえず置いときましょう。うん。西宮行こっか。ロングスローどこだっけ？あ、フィジカルね。OK。で、途中出場。で、西宮炎上。炎上ありだな。では立川、はい、いいでしょう。でその通りだな。メッシ、メッシね、なぜかゴールキーパーの時すんごい成功するイメージありますよね。うん、よくわかんないけど、よくわかんないけど、メッシはすごいゾーンくれます、ゴールキーパーの時は。なのでゴールキーパーで一番しんどいのはやっぱり秋山のやっぱり心眼が一番しんどいですね。まあ千里眼取れば秋山もっと楽なんですけど、やっぱり心眼は欲しいのかな、ゴールキーパーですよね。はい、そしてここはデート行ってきますと。で、コマリのデート3回目終わりましたね。で、秋山やりそうなこと、はい。で、待って第2シーズンバレンとかをしたんだよな。こんな赤い日もらえるし。でまあ、とりあえず炎上秋山メンタルキャラで戦っていきましょう。まあとりあえずこれは勝てるっしょ。はい、行きまーす。あと OK、 完全勝利、ナイスでーす。いいですねー。はい、あー体力回復いいんだな。あと、はい、秋山じゃない、炎上だ。で、これは炎上でもいいかな。はい、行っていきましょう。で、秋山、心眼ください。お願いします。はい、ナイス。オッケーです。オッケーオッケー。心眼成功してくれました。そして、エースキラー。オッケー、ナイス。エースキラーまで入ってくれました。これ、メンタル行くのもありだけど、テクニックもありなんだよな。スピードキャラ2人もいるからな。まあでも、さすがにタックセルシー、こっちの方が強いから、メンタル行ってきます。で、アズマの代わりに指示を出す。ディフェンスリーダー。まあ、とりあえず、まあ、今回はね、守護神はもらえるんで、守護神は彼女でもらえるんで、取らないでください。まあ、守護神じゃなくて、しっかりとね、ディフェンスリーダーをもらうようにしていきましょう。で、ここ、彼女、いや、違うな。いや、違う、どうしようか。メンタルいってもいいな。で、ここは、スピード、フィジカル。どっちだろう、スピードかな。フィジカルでもいいけど、スピードで秋山。迷う。まあ、フィジカル行こう。なんとなくね。はい。芝の魅力。
これは下で回復もらって体力もらうか、上でなんだっけ、チームプレイね。うん、いいでしょう。これ持って、メンタル、うん、いいでしょう。立川炎上いるんでね、まあ、この2人でいっちゃいます。でスタミナ上げていきましょう。これデート今回踏んでなかったな、踏んでなかったけど、まあこれは絶対勝てると思います。完全勝利できると思います。このメンバー全然強いんで。はい、ディフェンスも上げときます。では行きましょう。カバディーズか、結構強いですね。よかったよかった。危ねえ、ちょっと油断しちゃいましたね。はい、セクニ終了4546。経験点調子いいよ。結構出てるね。お、流星群入りました。 OK です、ナイスです。で、これはメンタルでいいな。メンタルいきましょう。そしてビハインド、あ、メッシーがもう進んできてますね。あと1回です。メッシー次で終わりですね。で、立川怪我しにくさのコツで、まあとりあえずテクニック上げておきますね。まあわかんないですけどね。まあとりあえずテクニックとディフェンスはしっかりと上げておきましょう。ゴールキーパーはそれです。で、西宮、秋山、炎上、うん、まあとりあえず西宮行ってきますね。怪我しにくさで、回復ですね。で、セービングのコツで、デートは、あー、これメンタルきてぇな、メンタルきてぇな。行こうか。はい、炎上、結構メンタルのダブルタックが来てるんで、精神が今回余りそうな感じをする。そしてメッシ、あー、マジかマジか、成功率高いって言ったら失敗しちゃった。フラグ立てちゃったかな。まあちょっと続けていきますね。調子はいいので、経験点は出てるので、今んとこまだ、金卓1個失敗ですね。まだ更新は狙える。US6 は厳しくなってきたかもしれないけど、更新は狙える。はい。では、フードファイトしていきましょう。まあとりあえず、炎上でいきますね。で、パワーも上げときます。はい。まあ、こんなもんでいい。完全勝利は無理かな。無理かな。はい、行きましょう。はい、残念。まあ、完全処理しなくてもね。今回は、雲男、エアマスター、バリケード。なんか、取れる気がするんだよ、ラグンで。うん。とりあえず、雲男は絶対。そして、エアマスターを欲しい。で、バリケードを取るか、セキュリティセンサー取るか、起死回生取るか。どれかですね。で、下半身。はい。で、メッシか。メッシはありだな。行くのはあり。でも、秋山もありなんだよな。まあ、とりあえずメッシ行っときます。立川もいるしね。はい、突破力いらないね。メッシね、コツがちょっといらないのがちょっと難点なんですよね。その分、うん、秋山はコツ結構楽しいんで、秋山を踏んでいくのはありです。はい、炎上とか。そして、西宮。デート行くのありだな。デート行きましょう。はい、カバーマスターください。おー、来たー、カバーマスター。目がね、まん丸くなったら、2回まん丸くなったら、くれるっていうイメージがあります。はい。で、スピード行くのありだね。はい。で、これは、ハーブ。あー、体力回復しなかったムードコントですね。はい、メンタル、メンタル、メンタルフィジカル。まあ、とりあえず、秋山、炎上な。で、スタミナ上げてきますね。まあ、デート行ってるんで余裕なんだよな、多分。これはさすがに倒してほしい。倒せるはずだ。相手がどんなに強くても倒せる。うん、剣道部強いけどね。頼むよ。まあ、マッチアップのことはいらないんだ。あ、でも完全勝利できました。ありがとうございます。もうこの時点で3位なんでね。まあ、1位は確定でしょう。はい、そして、こっから踏んでいくんですけど、とりあえず秋山行きましょう。で、立川が進む。で、スタミナ100超えてるんで、まあ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 、これはいけるでしょう。うん。秋山がいいね。じゃあ、立川でも行ってきまーす。あ、立川違うんだよな。
これは西宮行っとく。体力回復はちょっとやばいな。で、これ金髪いきます。で、立川重戦車、はい、 OK ですね。ナイス成功で、ここで来ました。メンタル、おお来た、でかいの。精神945、技術も236と結構でかいですね。うん、これは精神使っていきましょう。これがね、うん、もうカンスト近いんで、まあカンストじゃないからまだやりやすいですけど、カンストとかしちゃうと本当にゼロまでしたいってやっぱ思っちゃうんで、ちょっと難しいです。特にディフェンスのカンストとか筋力、敏捷、精神全部カンストとか、それがね、調整が難しくなってきます。どうしてもそこ動画が長くなってしまうんで、カットするのもありなんですけど、まあ一応当分はカットせずにいこうかな。皆さんが慣れてきたらカットしていこうかなと思います。はい、メンタルいきましょう。炎上くんで、この後回復あるんでね、前回ぐらいまではいっかな。はい、 OK ですね。でここで経験点1万点受けてほしいけどね、フィジカル、メンタルで、とりあえずここは西宮と炎上で行くべきかな。これピエロめちゃくちゃ弱いんですよ。サーカス部のピエロさん弱いんで、ピエロをぶっ倒していくと。これは多分完全勝利余裕なはずです。でスタミナ102できるっしょ。多分精神は余ると思うな。なのでまあ今回バッチをね、体力回復のバッチにしてメンタルキャラ3人入れてるっていう状態となっております。はい、 OK ですね、完全勝利。うん、マジでレスキューパッチは強いんで、皆さん取りましょう。このパッチはマジで強いです。で、9200、最低でも2万点いきたいんで、ここから爆発させていきましょう。スピード、炎上だからいいね。44人、うん、いいね。じゃあどん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 炎上来よう。そのために炎上入れてるんだ。はい、体力回復、ナイスタイミング。で、炎上来ましたね。テクニック OK です。しかも炎上のコツ来てます。ナイスナイス、いいよ。これどんどん続けていこう。とりあえずテクニック臨床、技術臨床を上げていきますと、うん、まあこれだけ打てればいけるっしょ。はい、テクニックいきましょう。ギガントエクスプロージョン、はい。で、次は、お次は、炎上。ディフェンス、ナイス、いいね。でも、ちょっと弱いな。35人はちょっと少ないね。ディフェンス行きましょう。うん、炎上ループ入ってます。炎上。炎上ループ、あ、やべえ！メッシが来ちゃったか。メッシ邪魔だなぁ。メッシちょっと邪魔だなぁ。メッシのコツ来てほしくないなぁ。炎上来てほしいなぁ。まあ、とりあえずテクニック100にしておきます。オフェンスを上げるかどうか迷います、この。まあ、とりあえず、パワーがね、意外と稼げてない。筋力を稼げてないのはちょっと意外です。はい、テクニックいきましょう。ちょっとフィジ、あー、メッシ来ちゃった。残念だな。あ、でも、おー、テクニックか。あ、でもメッシ踏んでてよかったな。メッシ炎上かな。うん。これもしかしたら勝てないかもしれない。うん。メッシは強いけど、炎上は弱い。まあ強くはなってるけど、ちょっとね、相手が強すぎるんですよ。相手が、最終戦の相手が強すぎるので、ちょっとこう、守備の問題でメッシを2勝にしておきます。はい。やっぱ完全勝利は無理だね。うん。普通に野球部はやっぱ、いや、空手部は強いですよ。空手部、野球部、剣道部とかその辺が強いんで、まあ、そこら辺は頑張って勝っていこうという感じです。はい、1位ですね。これはもうぶっちぎり。ぶっちぎりの1位です。はい、ありがとうございます。はい。で、ここで、まずはバリケード取っとこうか。バリケードとセキュリティセンサーでもいいし、エアマスター。まあ、キーパーとしてはエアマスターなんだけどね。そして、まあ、ギガント、また、エクスプロージョン来てくれましたね。で、能力振っておきましょう。そろそろ金直も取っていかないとまずくはなってくるんですよね。うん。で、ディフェンス、メッシーのディフェンス、まあでも、臨床部のがある分ね、結構強いんですよね。とりあえずディフェンス抜きますね。
からメッシ連チャンしてくれるのか、援助に移るのか。スピード、おお、来た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 、いいよ。じゃあ援助に移ってほしい。これ援助に移ってほしい。援助で999で、フィジカルとかオフェンスとか言ってくれると助かります。うん、それが本当に伸びると思うんで、お願いします。援助でいきましょう。で、デュエダンドーファントキックで臨床ね、使い切りたいんですよね。使い切りたい、使い切りたい。あー、どうしようかな、どうしようかな。キープも正直いらないんだけどな、ゴールキーパーね。もう一番、もういっか、これでいきましょうか。あ、いいや、フィジカルあるじゃん。あ、これでいきます。はい、いきましょう。ではスピードね。はい、筋力も、400ぐらい、400ちょうどか稼げるのでいいですね。スピードいきましょう。そして援助を来てくれ。援助、援助。秋山メッシじゃない。メッシ違うんだよな。でラブが終わりました。ディフェンス振ります。で、臨床はいらない。あ、メンタルいいよ、これはありだ。あー、でもオフェンス今援助を来てたら結構でかい、でかいタックだったな。残念ですね。はい、で、メッシ、あー、おー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 おお、精神めっちゃ稼げてる、ありがたいですね。うん、精神乾燥するな。ちょっと筋力欲しいんだよな、真面目に筋力欲しい。パワー70のままだし、まだ10戦車取れてないし、ちょっとやばい感じがするな。本当にやばい感じがするので、筋力しっかりと稼げるようにしてほしい。そして精神ね、999なんで、ここはちょっとぴったしにしておきたいな。待てよ、これエアマスター取らない方がいいか。わざと起死回生を取る。査定ちょっと2ぐらい落ちるけど、起死回生の方がいいかもしれない。筋力が足らないところね。うん、セキュリティセンサーエアマスター取ってしまうと筋力的に厳しいんだよな。どうすっかな。ポイントはフィジカルにタックが来てくれればいいけど、それがちょっと賭けだな。999、1回でも来てくれないとちょっときつい。まあ、2回来ないとパワーが100にならないっていうのは問題もあるし、ちょっときついっちゃきついかな。そして精神、うん、もういっか、これを諦めるか。はい、ここは諦めていきます。ではメンタルいきます。で、炎上くん嫌いんだよな。まあ、とりあえず秋山かメッシ、秋山かメッシ、秋山がいいな。オッケー、はい、ゴール。で、こっから、サクッ、いや、しっかり前半だ。うん、違う違う、それでいいんだよね。試合に出てないので決めていきます。そしてカウンターで、まあ守護神取るか。うん、この辺も取っといていいね。精神は多分だとあまりする。はい、では行きましょう。行ってきます。はい、2-0。まあ自分で1点取ってたから、まあまあまあいいとしましょう。はい、そしてここで本当にどうするかな。まあでもエアマスなんだろうな。満点目指すなエアマス、本当は起死回生の方がいい、ポイントでね。お、フィジカル来てくれた。しょぼいけどフィジカル来てくれた。あー、しょぼいけどね。まあ350はありがたい。その350結構ありがたいよ。うん、ぶっちぎり取れてない、エアマスター取れてない、重戦車、うわー、バリケード、これ結構きついな。まあ、筋力、まあパワーは70で止めようか。はい、フィジカルいきます。ユアンとエクスプローラーで、ここで、あー、秋山、あー、西宮違うなー、こいつらのコツじゃねえなー。でも、まあ、フィジカルの可能性を残して西宮でいこう。はい、最終タックはどこに来る。フィジカル、フィジカルの来い、フィジカル、フィジカルに来てくれ、頼む、フィジカル。テクニック、テクニックじゃない、これは違う。今のスピードの方がいいかもしんないな。まあでもテクニックなんだろうな。臨床はもういらないからな、正直な。まあいるけど、まだ技術のは使う感じはする。筋力足らねえ、マジで筋力足んねえ。
ジで筋力足んねえ。強いでちょっとどうにかなるかな。はい、まあスピードいこうか。いや、スピードいきます。いいよ、筋力少しでも稼ごう。はい、そして、ディフェンスでいいんだ。あー、ディフェンスでいいよね、西宮くん。筋力ミニショー、無失点、まあいいでしょう。筋力ですね。で、あー、秋山、まあ秋山で良さげだけどね。まあ守備反応のコツ取れたのがでかいよね、秋山よね。まあとりあえずこれでいきましょう。はい、メンタルいきまーす。ポイントだった。臨床精神だった。違ったな。はい、では、精神がちょっとあまり気味なのですが、まあゾーンが取れてるのちょっと残念だな、本当に。バリケード。ぶっちぎりエアマスター作りたいでしょ。筋力なぁ。サッカーの音とか。まあこんなもんでいきますか。はい。はい、2-0 です。終わりました。で、結構試合経験点もらえるんだよね。200いってもらえるもんね。で、まあ、ぶっちぎりやました。なんか取れない感じもするけどね。まあ、とりあえずこんなもんなんだよな。筋力稼ぎて、筋力稼ぎて、空中戦が欲しいな。空中戦誰か持ってなかったっけ。秋山あたり持ってなかったっけ。お、いいじゃん、フィジカル。いいね、立ち川で筋力でいい。おお、空中戦来たじゃん。ナイスだな。立ち川で筋力と思ったけど、それが一番最高だった。秋山の空中戦いただきました。これで触れそうだね。ギリ触れそうな感じはする。抽選者は取ってるしね。あとぶっちぎりとエアマスター本体だから多分いける。今のナイスコツ、ありがとうございます。では行きましょうか。試合やってきまーす。はい、2-1。残念ながら多分満点じゃない。点取られてもた。まあでも217点、もしかしたら満点だな。はい、40点。ここで8点。はい、いいですね。経験点2万点超えてそう。2万点超えてると思う。さあ、いくらでしょうか。はい、21,257点。これきた。では、振ってまいります。少々お待ちください。はい、振ってまいりました。まあ、いい感じに振れたと思います。まあ、パワーがね、70で止まったのは、まあ、仕方ない。ちょっと今回ね、筋力に固まってくれなかったのは、まあ、終わりです。US 星5。まあ、ゾーンなしでやってこれなんで、ゾーンありだと多分 US 星6までいきますね。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。